今日から期日前投票が始まりました。投票所では新型コロナウイルス対策が求められています。新潟市の中央区役所では午前中から有権者が距離を取って一票を投じていました。投票所の感染対策として出入り口を常に開けて換気します。例年記載台に置いたままにする鉛筆は一人の投票が終わると回収して消毒します。今回はこう空間がゆとりを持って取ってあったので安心してできました。最初の方が混むかなとは思ったんですけど、距離を取ってらっしゃったし対策には気を使ってらしたみたいです。県の選挙管理委員会は投票所の密を避けるため期日前投票を呼びかけています。期日前投票は30日までとなっています。